はい、こんばんは、はるけです。今回は現環境最強 RB ランキングになります。今の環境下の中ですね、強い RB 選手たちを最新のトップ10で紹介していきたいなと思いますので、少しでも参考になれば嬉しいなというふうに思います。じゃあそれでは早速紹介をしていきます。まずは第10位ですね。第10位はアルティメットバースデーリース・ジェームズですね。まあ SBC で来ていた選手になって、まあ今はあんまりね見ないかもしれないんですけれども、個人的にはギリギリトップ10というふうなことになってます。まあやはりですね、守備力っていうようなところで予測はないんだけれども、意外とねできるっていうふうな選手になってますし、まあペースもね十分あって、またクロスも上手いっていうふうな選手になりますね。ドリブルはまあ若干軽いって、軽さはあんまりないんですけれども、ただ持ち運んでいくっていう力はそれなりにあるというふうな感じですね。またねこの人の一番評価すべきところはやっぱりパスですね。うん、パス面がかなりうまい。特にサイドチェンジなんかは逆足も5ですし、能力も高いし、ロングパスのねプレイスタイル持ってるからか、本当によく通りますね。全くサイドチェンジにズレがないというか、弱くなったりとかもあまりしにくいっていう風な選手、そこもいいところなのかなと思いますね。そして続いて第9位ですね。第9位はライブ TOTS ルーカス・バスケスですね。まあ現環境たまに見るかなっていうぐらい、まあ特にホセルなんかとね、うん、ケミが完璧に合いますんで、それでまたね使い出したって人もいるんじゃないかなと思います。この人もまあエボリューションをすればね94かなになっていると思うんですけれども、非常に強くなってますね。やはり逆足5ポイントも素晴らしいですし、まあドリブル軽くって、まあ結構ね攻撃に上がっていっても邪魔にならないっていう風な選手になってますね。またクロスのプラスこの人もねついてますし、クロス上げるっていう風な選手としても素晴らしいなと思います。守備力に関してはまあそれなりにっていう風な感じですかね。特にフィジカル面はねちょっと弱いっていう風な選手になるんですけれども、まあ小柄なね、分頑張ってくれるという風な選手で、まあ攻守ともにそれなりに全然できるっていう風な選手でおすすめですね。でそして続いて第8位ですね。第8位は TOTS タベルニアですね。タベルニア、まあこの選手も、うん、十分強い右サイドバックの選手になってますし、クロスのプラスね備えているっていうのはいいのかなと思います。またこの人もねビルドアップっていう風な部分でパスうまい、サイドチェンジもできるっていう風な選手ですね。ただ逆足3っていう風なところがねちょっと残念なところですね。やっぱ4以上は欲しかったなっていうのは思います。で結構まあリース・ジェームズと似てるような感じですが、リース・ジェームズの上位互換的なそんな選手になってますね。ドリブルも、うん、まあ似たような感じになります。バスケスほど軽くはないっていう風な感じですね。ただやっぱり守備面でもちろんその守備意識とかもうちょっと欲しいんですけれども、やっぱりフィジカルが強いっていうのが、うん、いいですね。しっかりこうゴリッと、これでもそんなに身長高くないんですけれども、しっかりフィジカルでガツンと取り切るっていうことができるっていう風な選手になってます。またペースも97素晴らしいので、うん、個人的には十分、まあ、プラスにも、ね、なりましたし、ケミもね合わせやすくておすすめになってます。でそして続いて第7位ですね。第7位はアルティメットバースデーアイコンザンブロッタですね。ザンブロッタ、ザンブロもね、まあ、まだまだ、強い右サイドバックの選手になってますね。まあジャンプがねちょっと低いっていうのがね残念ではあるんですけれども、基本的に 5-5 素晴らしいなと思いますし、両サイドバックね、できるという風なところもいいポイントになってます。まあドリブルは少しね重たいので、守備的なサイドバックとして使うのがいいんじゃないかと思いますね。まあ特にクロスとかのプレスル持ってないんで、ほんでこう上がらせないサイドバックとして使ってあげるのがいいと思います。まあ守備力に関しては本当高いですね。予測のプラスもね持ってますし、フィジカルもまあそれなりにあるっていう風な選手になっていて、ブロックブルーザーなんかもついてますしね、ペースもね90にあるのは素晴らしいので、まあアイコンとして組み合わせも優秀になりますし、イタリア人使ってる方、それこそバストーニとか、うん、バレラとかバロテッリとか、使っている方はそれもいいんじゃないかなと思いますね。そして続いて第6位ですね。第6位は TOTS オナバトレですね。バトレ、まあ、バトレ個人的には6位かなというふうに思います。もちろんいいところめちゃくちゃあります。小さいし小柄で、ドリブルもその分軽くて速くてっていうふうな選手、持ちやすさは完璧ですね。またねロングパスのプラスねありがたいなと思います。本当サイドチェンジに関しては全く問題はないというふうな選手に
なっていて、フラスルもですね、まあ、よく通る、そういう選手になってます。なのでオナバトレからのねフラスル一発とか、まあ、ちょっとこう飛び道がねあるようなサイドバックになってます。またクイックステップもね新しくついたというふうなことで、全くその置いていかれるっていう状況もないですね。逆足4っていうのも素晴らしいなと思いますし、ただまあ守備ですかね、もちろん予測だったりとかがあるし、守備能力も高いんで全然強さはねあるんですけど、ふとした時にやっぱフィジカルが弱いなっていう、あちょっとようこけるなっていうのがありますね。自分は結構バトレをね使ってたんですけど、やっぱそのバトレだけなんか異常にこけがちっていうね、ちょっとそこが厳しいっていう。であとはやっぱ空中戦の部分ですよね。本当に競り勝てないですね。やっぱりこう空中戦強い選手と競ってしまうと、本当身長差もねそうですけど、やっぱヘディングも得意な選手ではないんで、エアリアルもついてないし、身長もめちゃくちゃ小さいしって、ジャンプも別に完走しないしっていう風な感じなんで、ほんまにねその空中戦を使われてしまうと、もうバトレは厳しいなっていう風な感じになってしまうんで、そこの攻撃以外のところですね、守備だったりとかのところが個人的にはかなりマイナスで、第6位ということになってます。そして続いて第5位ですね。第5位は TOTS の一幕カンセロですね、カンセロ、ジョアン・カンセロになります。まあバトレのちょっと上位互換かなって思うぐらいの選手ですかね。自分的にはカンセロの方が強いですね、強かったですね。でこの人に関してはやっぱりね、ロングパスのプラスもちろん持ち合わせ素晴らしいんですけど、インターセプトがあるっていうのはちょっと素晴らしいなと思いますね。やっぱそのプラスのおかげでパスカットね、してくれる場面はありますし、あとはもちろん攻撃で出ていた際のその塩川の良さだったりとか、スピードもね、十分高くなりましたし、またクロスのプラスもついてるんで、なかなかねいいサイドバックの選手になってますね。でこの人ももちろんフィジカルちょっと弱いんですけど、バトレほどなんかこけたりとか、なんかフィジカル負けるなっていう感じはないんで、でもちろん空中戦に関してもめちゃくちゃ強いわけではないですけれども、ジャンプもね数値高いんで頑張ってはくれるっていう風な選手になっていて、かなりねバトレと使用感が似ていて、カンセロも使いやすいという風な選手になってますね。でそして続いて第4位ですね。第4位はショーダウンのムキエレ、ですね。まあムキエレに関してはそれこそ身長の高さだったりとか、あとはフィジカルの強さっていうのがやっぱりバトレとかカンセロよりもあるという風なことで、彼らよりも上という風なことに、してます。ただもちろんその攻撃出ていった時のドリブルの軽さだったりとかはカンセロとか、バトルの方が全然あるんで、そこは人によってね評価分かれるところではあるんですけれども、やっぱりまずは守備という風なところ、空中戦というようなところもやっぱり大事になってきますんで、ムキエレの方が上になってますね。まあ本当に、かなり格安で作れた SBC 選手になりますんで、めちゃくちゃコスパはね良かったなと改めて感じますね。あとはラピッドのプラス、クロスのプラスね、素晴らしいなというふうに思います。ドリブル細かくはないんだけれども、運んでいく推進力はあるっていうふうな選手になっていて、パスもね、うまいっていうのもいいポイントになりますね。逆足4も素晴らしいですし、まあ予測とか守備面のプレイスタイルね、ついていれば、なお良かったなというふうな選手ですね。で、そして続いて第3位ですね。第3位は、アルティメットバースデーアイコン。カピタですね、カルロス・アルベルトになってます。一応2バージョンねあるんですけれども、個人的にはこの逆語のねバージョンの方がいいんじゃないかなと思います。まあ守備力ね現環境でもかなり強いという風な選手になっていて、ペースもね速いですね。まあザンブロッタの上位互換的な感じになりますかね。基本的には一応プレイスタルプラスも同じもの持ってますね。でロングパスがねちょっと個人的には不安というか、まあ、もちろんロングパスのねプレイスタルが一応ちょっとついてるんで、白で若干こう補填はねできるんですけれども、それこそリース・ジェームズの方がサイドチェンジは上手いっていう風な選手になってますね。ただやっぱり本当守備戦のサイドバックとしてはですね、非常に強いという風なことで、個人的には第3位ということになってます。そして続いて第2位ですね。第2位はゴラッソアイコンカフーですね、カフー。まあこの人も現環境、非常に強いサイドバックになっていて、値段がね結構上がってますかね。剣を合わせやすいという風なことで需要は高まっているのかなと
思います。まあ攻撃出ていけるようになったカフーというふうなことで、スキル5逆足4素晴らしいですし、ドリブルも軽く打ってクロスもうまいというふうな選手になってますね。でもちろん守備に関してもですね、これでも空中戦めっちゃついてるわけではないです。本当に空中戦負けてしまうって、まあなんならちょっと弱い方のサイドバックになってしまうかもしれないんですけれども、うん、まあ恩恵がやっぱりありますね。非常に、ね、攻撃に出ていった際のちょっとクオリティの違いというかを見せれるっていう風な選手になってますし、まあ守備戦という風な、よりかは攻撃的にね振る舞ってあげるっていうのが一番いいんじゃないかなという風には思いますね。かなり使用感は、いい選手になってます。そして続いて第1位ですね。第1位は TOTS フリンポンですね。フリンポン、まあ、前回のランキングからこのトップ3は変わらずという風なことで、第1位は個人的にはフリンポンになってます。まあ、かなり安くなりましたね。それこそ前回挙げた、まあ、2週間ぐらい前はですね400万超えていた選手になってますんで、やっぱりアルティメットすごいなと思いますね。4分の1まで下がってるわけですから、うん、本当に値下がりがえぐいなというふうなところで、ただ100万超えているサイドバックということで、非常に値下がってもすごく高いというふうな選手になってます。まあ、もちろん赤金で当たった方は非常に大当たりの選手になってますし、まあ攻撃的なサイドバックトップにはなりますね。もちろんこういった空中戦そんなに強いわけではないんですけれども、ただ、うん、やっぱり恩恵がすごい、総合力ってところで攻撃がもうものすごくいい選手になってますね。あとはラピトのプラスクイックステップだったりとか、ついてそのスピード系、単純なペースの速さとプレイサルプラスとかプレイサルがついてるんで、すごくいいなと思いますね。かつスキルも5で、でクロスのプラスもついていてっていう、だから自分で行くっていうこともできるし、クロスでアシストっていうこともできるっていう、本当サイドバックの選手とは思えないですね。ドリブルだったりとか攻撃の違いって作れるっていう選手になってますんで、めちゃくちゃ強いなと思いますね。まあ少しね、ケミ合わせが難しいかもしれないんですけれど、ケミを合わせてでも使ってうべき、そんなサイドバックになってますね。こちらが現環境最強 RB ランキングになります。少しでも参考になれば嬉しいなというふうに思います。それでは今回これで終わります。いいのだったらチャンネル登録高評価お願いします。それではバイバイ。